構図を考えるのは苦手なのですが、それはイラストと思っていいのか漫画と思っていいのか、まあ、まあ多分イラストだろうね。その描き方は構図っていうのは1枚の絵に対してどんな風に、まあ、人物とか中心になる、まあ、動物とか乗り物でもいいんだけど、そういうのを配置したらいいか困るってことだよね、多分ね。その構図っていうのは、まあ、構図もいろいろあるからその一言だけじゃちょっともうちょい書いてほしいなと思うんだけど、具体的に多分イラストの構図ってことだよね。まあよく言われるのが、中心になるものを結んで三角を作ればかっこいい構図ができやすいっていうふうに言われてるよね。一枚の紙に対して、例えば人物犬とかであったら、その大体顔を中心にみんな見るわけじゃん、その絵を見る人は。だからその線を結んで三角になるような構図、正三角形でもいいし二等辺三角形でもいいし、あの辺の長さはどんな風になっても構わないから、まっすぐ並んでるよりも3つを結んで三角になるとかっこいい構図になると。別に人物が1人でもいいから、例えば人物1人でスカートがこういう風に広がってたら三角にシルエットが見えるよねとかね。あと人物、建物、動物とかね、そんな風になんか中心になるもの、それを絵を見る人が一番目が行きやすそうなところを結んで三角にするのがかっこいい構図ってに言われてるかな。まあ、ヒントにしてみてください。鉛筆だと綺麗にまっすぐ線を引けますが、丸ペンだとガタガタになってしまいますと。ああなるほどね。丸ペンでも綺麗な線を引くにはどうすればいいですかと。なるほどね。つけペンの中でも丸ペンっていうのをね、一番難易度が高いペン先だっていうに言われてます。 G ペンとかカブラペンとかスクールペンとかいろんなペン先があるけども、丸ペンが一番難しいのね。なのでまずは G ペンとかカブラ、そっちの方で書く練習をしてみると。でそっちの線で安定してきたら丸ペンを挑戦するって言ったらいいのかな。まあ、あの G ペンやカブラが書けないと丸ペン使っちゃいけないとは言わないよ。ただなんで丸ペンの先が、まあ、難しいかって、まあ、ペン先っていうのはさ、押し付けたら先が広がって力を抜いたら縮まるわけじゃん。あの先が動くわけじゃん、この書いてると。あれがガタガタ動くから難しいのね。で丸ペンっていうのは特に細いから、針みたいに、だから狙いが定めにくくってプル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 揺れやすいの。なのでまあ初心者にも優しい G ペン、もしくはカブラペンを使ってみると。でただ丸ペンを使ってるってことは、多分細い線が好きな人だと思うんだよね。 G ペンとか丸ペンじゃ太いというか、少女漫画とか繊細な線を描く人は細い線を描きたいって思うと思うので、丸ペンで、そうだな、揺れると思うから、ちゃんとまあ利き手、まあ、右利きだったら右手、左利きだったら左手になるけど、ここをちゃんと机にしっかりつけてる。ここが浮いてるとプル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 揺れやすくなります。必ず手の利き手、このペン持ってるここね、ここを必ずしっかりと机につけて固定させて引くって言ったらいいのかな。手をこうなってると揺れやすくなります。まっすぐここにつける。でペンを立てすぎない、こうやって引くと難しくなります。ちょっと寝かしてやる、ちょっと寝かしてここをしっかり机につけて引くと安定して引きやすくなると思います。絵を描くヒントにしてみてください。あ、いつの間にかいろいろみんな描いてくれてるね。 ありがとうね、みんな。私は漫画家志望ですが30歳を超えてます。年齢が悩みで焦ってますがうまくいきません。なるほどね。その30歳の君はどんな漫画を描くかにもよるかな。その今の文章だとどういうジャンルの漫画を描くかわからないけども、少女漫画、まあ、いわゆる、まあ、
リボン、仲良し、チャオ、まあ、もしくはもうちょっと上のマーガレットとか花嫁とか今あんのかな、わかんないけど、あの辺とかフレンドとかあの辺なのかちょっとわかんないけど、純少女漫画っていうのは確かに30っていうのは厳しいかもね。だけどももし君が描いている漫画がエッセイ漫画だとしたら、むしろ30は強いです。むしろ今から新人でいけます。今漫画で熱いのはエッセイコミック。エッセイコミックっていうのは自分の実体験を漫画にしたものね。それはもう30、40っていうのは一番旬なので、少女漫画っていうジャンルでは厳しいかもしれないけども、エッセイコミックとか、あと ペットコミックみたいなものにジャンルを変えればまだまだ新人でいけます。ので漫画家になりたい、まあ、どういう漫画家になりたいか、そこの狙いを定めれば30でもまだまだチャンスはあります。むしろ結婚してたり主婦だったり子供がいたりとかする方が強い、エッセイコミックはね。なので今まで書いてた漫画と、まあ、もし今エッセイコミック書いてるんだったらそのままチャレンジし続ければいいし、まあ、純少女漫画書いてるんだったら、勝手に俺女の人と思ってんだけど、あ、でも少年漫画だったらまだいけるかな。少年漫画は少女誌よりももうちょっと新人ラインが年が上がるんで、男性誌の方がまだなんとかなるかな。だけど35とかになってくるとちょっと大変かもね。まあそれも各ジャンルによるけどね。男性誌も職業漫画とかだったら40過ぎてもデビューする人とかもいるんで、まあ、ジャンルを考えてみるとチャンスが増えると思います。ごめんね、ちょっと読むとき近づかないと読まないんであんまり俺カメラに近づきたくないんだけど、近くならないと読めないんで。あー、なるほど。自分で絵を描くと変なところがあるというのは分かるのですが、どこを直せばいいか分かりませんと。なるほどね。反転して直すということを知っているのですが、それで直しきってもやはり変だなと思います。あー、なるほど、はい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 。なんとなく自分が描いた絵がどっか歪んでる感じがするんだよね。だけどそれがどこか分からないと。ああ、分かる分かる、そういう悩みも。ね、見つける方法はこれ、俺もイラスト添削動画でよくやってるけども、一部を隠してみる。例えば顔を描いたら顔全部見ててもなんか歪んでる気がするけど何がおかしいか分かんないってなっちゃうじゃん。僕のイラスト添削動画見てたらたまに絵をこうやって隠してない、一部分を。例えば顔の右半分を隠して半分左見るとかね、左半分を隠して右を見るとか、上を隠して下を見るとか、下を隠して上を見るとか。例えば目がなんかおかしいなと、でも右目がおかしいのか左目がおかしいのか分かんないってなったら片方の目だけ手を置いて隠してみる。でしばらく見てみる。でまた逆の方の目を隠してしばらく見てみる。一個一個の目を見て、でもう一回パカッと全部外して両目を見てみるっていう風にすると間違いに気がつきやすいです。例えば体も、体描いたけどなんかおかしいな、だけどどこがおかしいかわからない、で全体見てても気づきにくいです。なので例えば上半身だけ手をかぶせて下半身だけ見てみる。あともしくは下半身を手で隠して上半身だけ見てみる。あと腕を隠して胴体だけ見てみるとかいう風に、部分部分を隠して見てみて、でまた全体を見るっていうことを繰り返すことで、あ、どこがおかしいなっていうのが気づきやすくなります。ちょっと試しにやってみてください。これは僕もよくやります。そのやり方は。よくイラスト添削動画でも確認するときにそういうふうにしてるので、あ、そういえばハヤトさんそんなことやってたなっていうふうに、今思い出せた人もいるかと思います。あー、なんか面白い質問が来てるね。つい最近ジャンプを見て思ったのですが、絵について質問があります。小学生には少し絵が下手というか雑な絵の方がウケるような気がします。どう思いますかと。中学生より上だと絵がうまい漫画もウケますが、小学生の脳の受け取り方が違うのでしょうか。なるほどね。まあ面白い質問だよね。小学生には雑な絵が受けるっていうことではなくって、
子供は、その技術の違いがわからないっていうのはあります。そこまで目が育ってない、まだ。絵のうまさの、例えば、こっちの絵は3ぐらいうまいと、例えば。で、こっちの絵は10ぐらいうまいと。で、大人は、こっちが下手で、こっちがうまいって見えるんですよ、目で。だけど、子供の小学生ぐらいの目だと、まだ、実力が3と実力が10でも違いはわかりません、それは。だから、小学生に雑な絵が受けるわけではなくって、そこに気づきにくいって言ったらいいのかな、子供は。わからない。僕のイラスト添削動画とかでも、まあ、僕が説明して、まあ、ここがおかしいみたいなこと言っても、わからないっていうコメントがたくさん来ます。見えない、子供にはそこまで。で、これは、絵描いてる人でもなかなか見えにくいです。例えば、まあ、ここを今来てくれてる人は、絵を描くのが好きな人が多いと思うんだけど、一生懸命絵描いたと。で、その時はなんかよくできた、頑張った、やったって思ったとすると。だけど、それが3ヶ月とか半年後経ってから見たら、え、なんじゃこらって思うことない。これ、絵描きあるあるだと思うんだけども、その時は見えなかったわけですよ。だけど、数ヶ月経って欠点に気がつくっていうのは、それだけ目が育ってるってことなんですね。だから、大人の方が見えるものが多いって言ったらいいのかな。もちろん個人差はありますよ。子供でもそれに気づく人もいるし、逆に大人でも見えないっていう人もいます。けども、まあ、大体において、例えば、まあ、単純に学力、小学生よりも高校生、大学生の方が学力高いですよね。みたいなもので、絵のうまさとか技術とか、なかなかやっぱり子供は、あんまり、まあ、わかんないって言ったらいいのかな。気づきにくいから、雑な絵が受けるというわけではなくて、雑であることがわからない、子供は。あーっていう感じかな。そういう感じかな。だから、雑が受けるってわけじゃないです。雑が受けるって感じではない。ないけども、そこが多分、子供には雑が受けるのかなって、この人は思ってるところなのかなと思うかな。また読んでいくね、他の。なんかまだ面白い相談が来てるね。最近流行りの絵があまり好きではなく、昔懐かしい絵柄が好きで、自分のセンスの古さが悩み。ああ、なるほどな。それもね、よしあしです。確かに、一般的な少女漫画の雑誌とか、少年漫画の雑誌は、新しい絵っていうのを求めてきます。確かに。だけども、雑誌が変われば、そうとは限らないです。もうちょっと大人向きの漫画だったら、ちょっと前に流行ったような絵の方が安心してもらえることもあるし、逆にその古っぽいところを個性として見せることができれば、それはあなたの持ち味として、あ、ユニークな絵柄だねとか、こういう雰囲気はあなたしか描けないねっていう風な評価に変わります。だから、ファッションとかと同じだと思うんでね。その洋服なんかも、まあ時代の最先端のものの方がまあ素敵ってなるじゃん。で、ちょっと去年一昨年流行ったものっていうのはまあ古いとかっていうふうに言われることもあるよね。だけども、なんつうかな、古着ファッションとかあるじゃん。例えばみんなのお父さんお母さんが着てたような時代の服をおしゃれに着こなすことができる人とかもいるよね。それを個性的に。例えば車とかのデザインでも、その新しい車の方がすごくこう、スマートでかっこいいんだけども、あえて古い車のデザインが好きだとかいう人いたりするじゃん。古いものっていうのは、どの世界にも好きな人がいるんですよ。音楽でも何でも。だから、まあ、その今質問した人が、プロになりたいのか、それとも自分の趣味として描いてる人なのか、ちょっとわからないけれども、それを自分の持ち味とか個性として出すことができれば、問題ないと思います。その、古いものに魅力を感じるっていうのも、一つの能力だし、それも、他の人にないセンスだからね。それをどう
見せれることができるかっていうことかな。そっちが大事だと思います。今皆さんの質問を読んでってます。もうちょっと待ってね。これはいい質問だね。漫画を描き始めても途中で投げてしまっていつも完成させられません。漫画を一本完成させられる心構えを教えてほしいです。これはすごいいい質問だよ。漫画を描いてる人はみんなその悩みにぶち当たってると思うんだよね。だからその悩みを書いてくれた人は本当に書いてる人だと思います。嘘じゃなくって。で、漫画を書いてる人は今みたいに最後まで書ききれないっていう悩みに必ずぶち当たります。多くの人に言えるのは自分の実力以上のページ数の長さの漫画を書いてます。例えばジャンプなんか有名だけど、1個の作品が31ページだったり45ページだったりとか言うじゃない。投稿する作品がね。まあ今はそれに限ってないとかも言うけども、でも、だいたい漫画の初心者は、連載漫画みたいに長いページ数の漫画を書きがちなんですよ。30、40、50、60。まあもっと言えば100、200っていうふうに、すごい長い漫画を書きがち。で、だいたい最後まで仕上げられないってなってしまう。その原稿に入らずネームも完成させられないっていう人が多いのね、圧倒的に。でそれは自分のまとめられる実力以上の作品を書こうとしてるから。例えば学校の飛び箱、5段が飛べない人が10段飛べるわけないじゃない。だけどその人は自分が5段飛べないのに10段を飛ぼうとしてるわけ。飛べない飛べないって悩んでる。で外から見たら当たり前じゃん、君は5段も飛べないんだからって思うよね。で漫画も一緒で、自分が今書いてるページの漫画が何ページなのかっていうのを見てください。おそらく30ページ以上じゃないかなって僕は思います。で30ページがきついんだったら24とか20で書いてみる。20とかできついんだったら16とか12とか10とかで書いてみる。16がきついんだったら8とか6とか4で書いてみるっていうふうに、ページ数を減らすことです、まず。で、短いページ数のものを確実に書き上げるっていうふうにした方が力はつきます。例えば30、学生にありがちなんだけど、30ページの読み切り漫画作ったと。だけど、それを完成させるのに、半年かかってもできない。1年かかってようやくできる。みたいな人が圧倒的に多いのね。で、それも力つきません。だったら4ページの漫画を毎月書いた方が力つきます。だって30ページの読み切り漫画1本を1年かかって1作品ようやく仕上げた。で、その人は漫画を30ページ1本しか書いてないわけですよ。だけど4ページの漫画を毎月書いた人は1年12ヶ月かけてごらん。48ページ書いてるんだよ、その人は。しかも1年間12本の漫画を描いてるの。だから同時にストーリー構成力もつきます。ので、長いページの漫画を描いてしまってないか確認してください。で、自分がこれならできそうだというページ数でチャレンジすること。で、ページ数を減らしたら、なんかちょっとこうかっこ悪いっていうか、こうストーリー漫画っぽくなくって、どうしてもやっぱり30、40、50の方がかっこよく見えるから、漫画として。16とか12とか8で描けないよっていう人もいるんだけども、それは間違いです。本当に漫画が上手い人は、8ページの漫画だろうが、50ページの漫画だろうが、オーダーが入れば何でも描ける。それが本当に実力のある人ね。だから長い漫画は描けるけど、短い漫画は描けないっていう人は、それはそれでやっぱり結局実力不足なんだよ。なので短い漫画でチャレンジしてください。1本の漫画をそうだな、まあ2ヶ月以内に書くことを目安にして、2ヶ月だったら自分が何ページだったら書けるのか、多分8ページぐらいだったら書けると思うよ。漫画書いたことある人だったら8ページぐらいだったらいけると思う。16だったらちょっときついなってなってくるかもね。漫画を書くヒントにしてみて。今みんなの質問読んでます。なんかたくさん書いてくれてるね、みんな。なんか夕方なのにいっぱい集まってくれてるね。
ありがとうね、みんな。ハヤトさん、かっこいいよ。本当、ありがとうね。ありがとう。そうに言ってもらえるうちが花だね、俺ね。ありがたくその言葉を受け取っとくよ。ハッピーハロウィン、そうそう、ハロウィンだからちょっとこれ、こういうのをかぶってみました。あー、これは、なんか、すごいね。あ、これすごいすごい。学生で漫画家をやってます。お、すごいね。からかわれたり見せて、給料はと言われたりするのが恥ずかしくて、漫画を描く友達数人にしか行ってません。ほう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 。そのため、学校のことに、非協力的に思われてしまったりってことは、漫画系の専門学校行ってる人かな、この人は。はっきりと何をしてるのか言えなくて、変に疑われてしまいます。なるほど。サボりと思われて悔しいですが、あ、これは学校の勉強家かな。どうしても恥ずかしくて言えません。ハヤトさんは学生の時にデビューされていると思いますが、周りの人には言ってましたか？僕は学生の時はね、残念ながらデビューできなかった。自分はね、デビューは、受賞は学生の時してるけども、デビューはしてないです。あ、でもすごいじゃん。学生で漫画家をもう仕事をしてるっていうのは、まずそれだけで素晴らしいことだと思います。自信持っていいと思う。専門学校、漫画系の専門学校とか、あと美大とかだよね。そういうとこ通ってる人は何人か確かにいらっしゃいます。学生でありながら、もう在学中にデビューをして、雑誌やウェブから、漫画の仕事の依頼を受ける、あと広告漫画とかも結構受けてる人、まあポロポロいます。で、そういう人は学生でありながら漫画を描くことや絵を描くことでお金が発生します。で、それは素晴らしいことです。そんだけ実力をつけたのは相当その人は勉強したと思うし、自分の腕を磨いたんだと思うんだよね。で、周りからそういうふうにとやかくわーわーうるさく言われるのは、一つのやっぱり羨ましいからだと思います。まあちょっとこう茶化したりからかったりしてるというか、その実力がある君のことをね。で、それは何でかっていうと、羨ましいんですよ、みんな。まあ、学生さんで、まあ、漫画描いてる、まあ、もしかしたら一般の、その、高校とか大学なのか、まあ、どういう学校行かれてる 方なのかは、今の文章では分からなかったけれども、やっぱり、その、実力があるゆえだと思うんですね、そういうふうなからかいを受けるのも。だから逆に考えると、もしあなたが実力がなければからかわれもしないわけですよ。からかわれるってことは実力があるから。で、なんでじゃあからかわれるのか。本当は君は力がある人一人も才能やセンスがあって、学生でありながら自分の絵でお金を稼ぐっていう高い能力があるあなたがどうしてからかわれてしまうのか。それは羨ましがられてるわけですよね。なので、もうそれは無視するしかないね。で、あんまり、まあ、言わないって今書いてあったけども、言わなくていいと思う。その詳しいことは、どういう仕事をしてるかとか、いくらお金をもらってるかとか、君が別に明かす必要はないし、信頼できる人だけ言えばいいと思う。まあそれも学生のうちと思ってるといいかもしれないね。だからその嫌だと思うんだけど、そんな風にいじられるのは。だけど学校卒業したら、まあ、そういうふうな人とも離れると思うので、卒業までの我慢、要するにゴールが見えてる我慢だから、それって。なので、それまでの辛抱だって思うことかな。だからそんなことを気にするぐらいだったら、今あなたが受け持っている仕事、そっちに集中した方が全然いいので、そういう無駄なことで君の大事な能力やセンスを使わないことかな。素晴らしいと思いますよ。在学中にお仕事、ね、絵のお仕事をするっていうのは素晴らしいと思います。みんなができることじゃない。ああ、これも、これは、すごいいい質問、すごいいい質問書いてくれてるね、みんな。これは大人の人からの質問ですね。高校3年生の子供がおります。ってことは、まあ、お父さんお母さんの立場の人だよね。進路として漫画専門学校に行きたいと言ってるのですが、本気で漫画家を目指してる人は学校なんかに行かなくても独学で頑張ってるイメージがあります。なるほど。学校で教わらなきゃいけないレベルの子が目指しても良いものなのでしょうか。すごい
ごいいい質問だよ。確かにこの方はこれ書いてる、お父さんかお母さんか分かんないですけど、その親の立場のこの方ね、おっしゃる通りです。漫画家とかイラストレーターになれる人たちっていうのは、もちろんそういう漫画系のイラスト系のそのクリエイティブ系専門学校通ってる人の中からデビュー者はいますが、その子たちは、まあ、自分はあのクリエイティブ系専門学校で20年間講師やってるんで、その人たちを見てると通わなくてもデビューできる人たちです。その人は学校が決してデビューさせ、そういう人も中にはいるけど、だけどやっぱり本人のやる気があって、あと頑張って練習する力とか漫画作品を描き続ける力、やっぱ本人ですよ。やっぱ力は、学校はそのサポートはできるけれども、やっぱ本人の実力と努力次第だと自分は思ってます。のでおっしゃる通り、デビューできる人っていうのは別に漫画系の専門学校とか通ってなくてもデビューできます。自分も行ってません、漫画系の専門学校、それでもデビューしてます。だからおっしゃる通りなんですね。で、漫画家になりたいって言って漫画描いてない人が漫画専門学校行っても、まあ、まずなれないと思っていて、いいでしょう。なれるとしたら、そうだな、ただ、仕事にはならないっていうことではなくて、アシスタントとかになれる可能性は十分あります。アシスタントっていうのは技術があればできるので、自分自身が漫画家や作家になれなくても、すでにいる漫画家とか、そういう、まあ、クリエイターですよね、それのサポートとして卒業を仕事に就くっていうのは可能性はあるでしょう。でそのために学校っていうものは、技術だとかっていうのは教えてくれるし、あとそういう斡旋ですよね、その漫画家のアシスタントになりたい人を募集とかさ、あと、まあ、デザイン系の学校、学校じゃない、会社か、会社だったり企業だったりするところと、なんか例えば広告漫画を描いてほしいとかいうのが企業が学校に言うんですよ。で、学校から、学校の先生たちが生徒に、絵がうまい子からあなたは漫画描いてみないですか、原稿料これだけ出るからっていうふうに斡旋してくれることもあるんですね。だから学校行くことは無駄ではないですけれども、その専門学校に通えれば全員がプロになるっていう保証はないものだと思ってる方がいいと思います。98% ないと思ってる方がいいと思います。で、だからもしそのお子さんが漫画系の専門学校行きたいっていうのであれば、その学校に行けば漫画家とかイラストレーターとかデザイナーになれるっていうふうに思うのではなくて、学校に行く時間、考える時間を上げるっていう意識で行かせてあげるといいと思います。だから時間を買ってあげる、まあ専門学校行くのに大体、まあ、1年間100万円前後なんで、だ専門学校だと大体2年間っていうところが多いから200万子供に払って時間を上げる、その間に自分の将来考えなさいっていう意味で通わせるっていうのはいいと思いますよ。だけど漫画家とかイラストレーターっていうのは試験や資格があるわけじゃないんですよ。例えばこの試験に合格すればプロになれるとか、この資格を取ればなれるってものじゃないんですよ。そういう職業じゃないので、デビューなんですよ。だからタレントとかアイドルと一緒なんで、でデビューできたとしてもそこから売れるかどうかっていうのは本人の実力次第っていうか努力次第なので、要するにタレントとかと一緒です。アイドルとか歌手とかそんなのと一緒です。だから学校に行けばプロになれる、作家になれるっていう考えはお持ちでない方がいいと思います。ありがとうございます。この親という立場の方からね、貴重な質問をいただきました。非常に良い質問だと思います。また皆さんの悩みを今遡って読んでいってます。これもちょっと面白い質問かな。漫画家を目指しています。持ち込みでいきなり自分が連載したいと思っている漫画は持っていかない方がいいですか？この動画は
ハイドチャンネルがお送りしました。